YouTube 版釣りバナビをご視聴いただきありがとうございます。今回は、大倉海岸公園内にある西休憩所前、ベランダ5岸の釣り場をご紹介いたします。釣り場の概要、大倉海岸公園の西休憩所前、ベランダ5岸は、大倉海岸公園内の最西端に位置しており、近くには、明石市役所前の水産試験場跡の釣り場もあり、海沿いの通路でつながっています。この釣り場は、大倉海岸公園内の他の釣り場に、引けを取らない釣り場環境ですが、駅や駐車場からも少し距離があり、アクセス的には少し不便です。その反面、日頃から比較的空いており、対岸の淡路島や深志海峡を眺めながら、ゆったりと釣りを楽しむことができる、素晴らしいスポットです。また、休憩所や管理トイレ、広々とした芝生広場もあり、すぐ近くには、大型のドラッグストアなどもあるので、手軽にピクニック感覚で楽しめるおすすめの釣り場です。ただし、公園内では、バーベキューなど火を使うことは禁止されているので、ご注意ください。釣れる魚種、大倉海岸エリア全体に言えますが、この釣り場でも、明石海峡の恩恵により潮通しが良く、メジロ、ブリ、カレイ、マダイなどの釣果実績があるので、専門的に狙ってみる価値は十分にあります。潮流が早いため、大きめの重りを使うか、潮止まりの前後を狙う釣りがおすすめです。浮き釣りなど仕掛けを流す際は、他の釣り人とのライントラブルにならないよう、十分にご注意ください。他にもアジ、イワシ、サバ、カシラ、メバル、アイゴ、チヌ、グレ、タチウオ、アオリイカなど、多種多様な魚種が釣れます。シーズンによって釣れる魚種は変わってきますが、一年を通しても釣りを楽しむことのできる釣り場です。ご興味のある方は、ぜひ一度訪れてみてください。詳細については、概要欄に URL を記載していますので、釣り場ナビ公式ページもご活用ください。これからも、このような釣り場を紹介していきますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。以上、YouTube 版釣り場ナビでした。ありがとうございました。